今回のお座敷遊びはレクハイということですが、どういったものなんですか？はい、レクハイのレクという字はですね、漢文では文章の下にはつかないんです。ですから、下に置けないお杯のことをレクハイと言います。そしてどのようにして遊ぶんでしょうか？はい、おたふく、それから天狗ひょっとこさんですね。で、この3つのお杯の絵がそれぞれこのコマに2面ずつそれぞれついてます。で、これを回しまして倒れますね。で、黒い軸がこう当たりますね、はい、そしたらこの上に絵がついてます。当たった人がおたふくでお酒をいただきます。で、軸で当たった方がこの絵のついた杯でお酒をいただくという。そうです、はい、ね、それでいただいた方が次にまたこの駒を回す。それではレクハイを実際に楽しんでみましょう。それでは私が駒を回させていただきます。はい、えい、ベロベロの神様は正直な神様よ。おささの方へと赴きゃれ、おささの方へと赴きゃれ、赴きゃれ。天狗だ、やだ。はい、はい、天狗が出たのでこの天狗のお杯で。そうです、はい、当たった方がたっぷりといただくんですよ。ちょっと入れなきゃ、入れなきゃ。いただきます。はい、結構な量になりますよね、天狗だと。一本入りました。そうですか。ありがとうございました、はい、こういうことです。はい、あ、ベロベロのお母さんは正直な神様よ。お母さんの方へと赴きゃれ、赴きゃれ。はい、そうだ。どうぞ。正直な神様。